中国地方人口ランキングベスト50。皆さんこんにちは。日常的ランキングチリです。今回の動画は中国地方にある107自治体の人口を調べランキングにしてみました。データは2023年7月に総務省が公開している住民基本台帳人口動態統計を使用しています。住民基本台帳人口はその年の1月1日時点での住民基本台帳に登録されている場所でのカウントとなります。果たしてどのようなランキングとなるのか、それではスタート。第50位、広島県安芸高田市、26,979人。第49位、岡山県新見市、27,244人。第48位、岡山県高梁市、27,650人。第47位、山口県柳井市、32,101人。第46位、広島県安芸郡海田町、36,390人。第45位、山口県長門市、31,664人。第44位、岡山県備前市、32,068人。第43位、広島県庄原市、32,629人。第42位、島根県大田市、32,773人。第41位、鳥取県境港市、32,985人。第40位、岡山県浅口市、33,382人。第39位、島根県雲南市、35,738人。第38位、島根県安来市、36,391人。第37位、岡山県瀬戸内市、36,525人。第36位、広島県府中市、36,563人。第35位、岡山県井原市、38,064人。第34位、岡山県真庭市、42,586人。第33位、岡山県赤磐市、43,392人。第32位、山口県萩市、43,685人。第31位、島根県益田市、44,355人。第30位、鳥取県倉吉市、44,969人。第29位、岡山県笠岡市、45,534人。第28位、山口県光市、49,461人。第27位、広島県三次市、49,557人。第26位、島根県浜田市、56,811人。第25位、広島県安芸郡府中町、52,891人。第24位、岡山県玉野市、55,721人。第23位、山口県下松市、57,120人。第22位、山口県山陽小野田市、62,009人。第21位、岡山県総社市、69,678人。第20位、広島県三原市、89,154人。第19位、岡山県津山市、97,645人。第18位、山口県防府市、113,927人。
第17位、広島県廿日市市、116,219人。第16位、山口県岩国市、128,609人。第15位、広島県尾道市、137,000人。第14位、山口県周南市、138,104人。第13位、鳥取県米子市、146,139人。第12位、山口県宇部市、163,53人。第11位、島根県出雲市、173,835人。第10位、鳥取県鳥取市、183,269人。第9位、山口県山口市、188,598人。第8位、広島県東広島市、193,053人。第7位、島根県松江市、197,843人。第6位、広島県呉市、209,241人。第5位、山口県下関市、256,045人。第4位、広島県福山市、460,684人。第3位、岡山県倉敷市、477,799人。第2位、岡山県岡山市、702,020人。第1位、広島県広島市、184,731人。以上でこの動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。